中日ドラゴンズの選手会長京田陽太選手、木下拓也選手、藤島健人投手の3選手が犬山成田山を参拝しました。今年のチームスローガン、オールフォービクトリー、すべては勝利のためにのもと、立浪監督を迎え新たな体制となったドラゴンズ。2011年以来11年ぶりとなるリーグ優勝を祈願しました。もう優勝ですけど、とにかく目の前の、一試合一試合を、大事にやっていきたいなと思います。